はい、皆さん、こんにちは。玉木雄一郎です。いつも玉木チャンネルをご覧いただきありがとうございます。さて、今日はですね、衝撃的な事件が発生しました。このトランプ元大統領の暗殺未遂事件とその影響について話をしたいと思います。玉木チャンネル。暗殺未遂事件によってですね、アメリカの政局、そしてまあ世界の政局もですね、大きな影響を受けていると。 ということをちょっと今日は解説したいと思うんですが、まあ、何といっても共和党内の変化ですね。でこの共和党、まあ、正直ねトランプさんに関してもトランプさんでいいのかというのはまあ良識的な共和党員の中からもですねそういう声がやっぱりあったわけですしまあ一期の4年間もねいろんなことがまあ言われているわけですよねだから果たして次もトランプさんでいいのかでバイデンさんは確かに81歳で高齢ですけどトランプさんも70代後半で高齢なんで。 まあいいのかっていう話がある中でまあギクシャクしてたわけですよ。でそのヘイリーさんっていうね女性の候補がまあ予備選挙途中で撤退しましたけれどもやっぱりヘイリーさんのような穏健な方にですねいまだに支持が集まるっていう中で果たしてトランプさんで大丈夫なのかなっても勝てるのかっていうことがあったんですがこれまずこの暗殺事件が起こった後ですね共和党の,あの党大会がですね 行われていますで本来そこに来る予定じゃなかったヘイリーさんをですねトランプさんが招待して来てもらってそれで私もトランプさんを支持するということを演説をしたというかさせられたというかまあだからそこでですねある種の一体感ができたしでトランプさん自身も自分でこの演説内容多分もっとねバイデンあのクビンんしろとかそういう演説トーンだったのを どちらかというとですね、みんなでまとまっていこうというトーンに、かなり私も演説聞きましたけど、あの、トーンを抑え気味のかつ、こういったその暗殺未遂事件があってですね、いろんな人に助けられたみたいなことを非常にエモーショナルに語っているので、どちらかというと攻撃的だっていうよりも、この包容力のある共和党っていうのをですね、見せることに成功してるし、まあ、意図的にそれをやってるなという感じもします。で あの一方のですね、民主党なんですけども、この民主党政権の方はいろんなことがあってもバイデンだっていう話だったんですけど、逆転していてですね、そのむしろやっぱりバイデンじゃ勝てないんじゃないのかということで、特にあの最大の後ろ盾だったですね、オバマ前大統領ですね、元大統領。ねオバマ大統領、バイデン副大統領,大統領だったので、今オバマさんを支えた えー、バイデンさんに対してはしっかり支援しようという意思をオバマさんは出してたんですけどそのオバマさんもですねいやバイデンさんだと勝てないよねということを周りに言い始めてこのバイデン撤退の流れがですねこう急速にですね早まるとか強まる結果になったということはこの一発の弾丸のですね耳をかすめたその弾丸の一発によって このアメリカの二大政党の中をですね大きく変える力を持ったということはこれはもうあの紛れもない事実だと思いますね。でもう一つこのアメリカ党内の二つの政党の変化に加えてこの世界の変化なんですけどもまあ日本もそうなんですが、まあ、もしとらもしとらって言ってですね、まあ、もしトランプさんとはどうしようとかね関税が上がるかもしれないとか今まで進めていたですね例えばまあ US チールの えーまあ、新日鉄の買収なんかがです、ね、どうなるのかとか,か心配事もいっぱいある中でですねどっちなんだろうどっちなんだろうっていう中でこの一発の弾丸の結果暗殺ミス事件によってもうモシトラがですねもう確実にトランプっていう感じになりつつあってそれを前提にした外交政策や経済政策にもう振っていかざるをえないっていうことに あの多分頭が鳴っているんだと思います日本政府も多分相当傾いたんだというふうに思いますね。で早速まあ,あのこのトランプ大統領が39歳のバンスさんというですね副大統領候補を、まあ、ランニングメイトとして選んだわけですけれどもこのバンスさんも、まあ、トランプさんと同じような考え方を持っていてですね明示はしてませんけれども、まあ、いわゆるその日本とかドイツのようなですね え中流米軍があるようなところはもっとそのホストネーションつまりえこの受け入れてる側の国がもっと財政負担しましょうよねとかねえーそのただのりを許さないよみたいなことを言ってるのでその意味ではですねより日本にそういった負担を求めてくる可能性も高まるしえそのアメリカとの関係でいうとやっぱアメリカにより雇用とかえあるいはですね投資を促すような企業あるいは えそういったそのこれまで以上にですね外,外国企業にもそういったことを求めてくると、まあ、ビジネスにおいても相当大きな影響が出てくるのではないかとただまあそのことがある程度来年ぐらいから確実になってくるので、まあ、よりまあ,ある種裏から言うと準備が進めやすくなってきてるのかなとでもう一つはですねあの為替ですねドル高があんまり行き過ぎるの良くないよねというような発言もあったので。 それでぐぐっと最近ですね、少し円高傾向になっているので、まあ、トランプ政権になると少しまあ円高という方向に行く可能性はあるかなと。ただこれもアメリカ経済次第ですので、ただまあトレンドとしては少しこれまでの円安一辺倒だったトレンドが変わる可能性もあると。 いうことでそこはまあ注目かなということで、まあ、いずれにしてもですね一発の銃弾が共和党内を変え民主党を揺さぶりそして世界のですね変化を求めていると、えー、求めるようになっているということはですね見逃せない変化なのかなということで、えー、さらに注目をしていきたいというふうに思いますでちょっとおまけでちょっと申し上げると私あれ見ててですねそのカウンタースナイパーっていうのがちゃんとこうもう 大統領候補が演説をするときにも貼り付けてあるっていうのは、あれは日本じゃなかなかできんなと思いましたね。で、ちなみに何か撃ってきたときにですね、それに対して対抗するために、このカウンターで狙撃手を置いて撃つっていうのは、日本で可能なのかということで、ちょっとまあ過去いろんなことを調べてみましたが、一番古い例で言うと1970年ですね、私が生まれた翌年に、 同じ瀬戸内海で衰弱事件ってありまして船がですね、まあ、あのダッシュされて人質取られてですねでなんかもう100発でバン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 乱射してですね、えー、そういう中で、えー、これは広島県警の話なんですが大阪府警の狙撃手がですね、まあ、そういう訓練を受けた人が大阪府警にいたんでしょう。えーそのおまあ、一瞬ですねそのおライフルを離した瞬間にですね その犯人をですね狙撃をししして射殺たたという事件がありましたでこのことによって人質解放されるんですけれども実はその後ですね一部弁護士らにですね、えー、告発されるわけです、ね、その殺す必要がなかったに殺したんじゃないのかということででもちろんこれはですね正当防衛あるいはまあ刑法35条の36条の正当防衛やあるいは法令に基づく行為としてですね 刑法35条で問題ないということで不起訴になるんですね。で、あの、なるんですが、当時ですね、やっぱり時代背景だと思いますが、国会でですね、えー、警察庁長官である後藤田官房長官がですね、当時の社会党の議員などから3時間ぐらい激詰めにあってですね、その、殺すのはまあ過激な、あの、やりすぎだったんじゃないかとか、いろんなことを言われてですね、で、結果ですね、まあこれあの、 テレビも中継されてたんで、ご狙撃手の方とかですね、まあ、いろんな意味でこう情報が明らかになってしまってですね、でいろんな批判にもさらされて、これはも職務でやったにもかかわらず、やっぱり、いたたまれれななくなって辞職をされるんですね、まあ、あの確かに正当防衛とか緊急避難とかですね、法令に基づく行為ということで、こう一定のですね、えー、認められる範囲はあるもののですね、 えー、パン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 じゃあ撃ったから撃たれるみたいな打ち返すみたいなことはですね、えー、日本だとなかなかやりにくいとただまあ安倍元総理の事件もありましたあのまあああいうふうにですねあの銃を作って持ってきて撃つ時に対してですねじゃあ素手でいけるのかであとあの SP の方が黒いカバンみたいなの持ってるでしょあれ黒いカバンってバッと開くとあれ防御壁っていうかあのまあ 防弾チョッキの板みたいになっているんであれを防ぐんですけどただまあいざなってきてそれに多分刃物とかはあれを防げるんでしょうけどその非常に貫通性の強いですね、えー、まあ銃弾であった場合はですねなかなか本当守れるのかっていう問題もあるので、まあ、私はこう日本ではあの難しい問題だと思いますけどもただこのカウンタースナイパーのような、まあ、本当に要人を警護する場合についてはですね えー、検討を、まあ、開始する必要はあるのではないかなとまこれからもですねまだ何が起こるか分かりませんので、えー、ぜひ11月までのアメリカ大統領選挙、えー、要注目だと思いますのでまた適宜ですね変化があるたびに皆さんに報告をしていきたいと思いますそれでは玉チャンネル登録お願いします。